恋に落ちる確率は、クリストファー・ボー監督による2003年のデンマークの映画である。恋人がいながら違う女性の後を追いかけた男が、不思議な再構築の世界へと迷い込む様を描く。第56回カンヌ国際映画祭では、ボーがカメラドールを受賞した。写真家であるアレックスは、恋人のシモーネとのデート中に、突然、用事があると言って、彼女を置いて去り、 アイメという美しい人妻を追いかけていく。アイメとの夢のような人よを過ごしたアレックスが自分のアパートに戻ると部屋が忽然と姿を消している。近くの部屋の住人はアレックスと会ったこともないと言い、助けを求めて訪ねた親友の家でも不審者のような扱いを受ける。路上で遭遇した指紋にさえアレックスのことを知らないと言い始める。アレックスはやがて 自分の人生を構成する要素が、アイメという運命の女と出会ったがために再構成されていることを理解する。彼は自分に残されたのがアイメとの関係だけだと思い、彼女と約束したレストランへと向かう。ありがとうございます。